はい、えー、こんにちは。速化塾のコブです。今日は1月21日14時26分になりますけども、ドル円の相場解説、朝の続きですね。えー、ずっと売りの方で、えー、立てていくというふうなお話をしました。今日は大きく下に進んでいくなというふうに思いましたんで、ロスカットラインは設けてるんですけども、テイクプロフィットを設けてないんですよね。で、今日お話しするのは、ゼロカットの実践なんですよ。 ゼロライン、ゼロラインですね。ゼロラインってのはどういうことかっていうと、エントリーしたところがこの緑で示されてるんですよね。見えますかねエントリーで。で、ロスカットラインが今赤いところで示されてます。このロスカットラインの赤いのをぐーっと今ね、やってますけど、下の方に動かして緑よりも下に持ってくるんですね。はい、移動しました。これやるとどうなることかっていうと、ロスカットされてもプラスになって終わるってことなんですよ。今みたいに、 ロスカットラインと、それからエントリーの緑のライン。そして緑のラインと、現在の含み益のライン。今黒字で横で書いてるところですね。これが1対1になった段階で、私はこのロスカットラインを、ゼロラインとい言って緑よりも、こっちの下の方に動かすんですね。そうなったら放置して、ロスカットにあってもプラス。 放置して、このままセルの方に伸びたら、無限に利益が取れるということで、気に入ったところで、まあ、あの、エグジットしていけるわけなんですよね。で、私のエグジットの目標が、今日は、あの、リスクリワードが1.3なんで、え、だいたいね、100、そうですね、103円の010あたりですね。010で、ま、1対3かなというふうに考えております。そしたら十分ね、あの、テイクロフローィットで、 目標利益が取れるということになりますね。えー、現在の、うん、大まかな利益が1万3000円ぐらいです。ですからこれをもう一息ですね。3万円ぐらいまで伸ばして、えー、エグジットしようかなと思ってます。もちろんね、このままロスカットに合っちゃっても、ロスカットじゃなくてプラスになるんですよね。大体いいそうですね。3、4000円のプラスで終わるようになってます。だからどう転んでも利益が出るって形ですよね。まあそういうふうにね、あの、 仮説がきちっとできていて、そして、えー、そっちの方向にもし動いていればね、いつもこういう風にして、まあ、こうするとね、枕を高くして眠るっていうか、私がエグジットするのは目標利益に行かなくても、18時にはもう、あのー、エグジットしちゃいますから。で、その時までに、まあ、あのー、なんていうんですかね、急激に変動があって、えー、セルの方に、あ、じゃあ、バイの方に向かっても、プラス3、4000円。で、このまま順調にセルの方に向かって、ずっとね、あのー、 レジサブラインぐーっと下の方に行っても、まあ大きくプラスということで、結局は今日はプラスで終われるかなってことですよね。で今日はね、そのゼロラインというものを実際にやってみました。ゼロラインっていうのは、あロスカットラインを絶対プラスのところまで動かして、損が出ないようにする手法です。まあこうするとね、さすがの私でも、本当に肩の荷が降りたって感じで、今日は楽チン楽チンで過ごせるってことですよね。じゃあ以上でございます。